皆様本日は野村 IR 資産運用フェア2021作ろう豊かな未来をご視聴くださいまして誠にありがとうございますただいまより DIC 株式会社代表取締役副社長執行役員玉城俊文様によるプレゼンテーションを開始いたしますそれでは玉城様お願いいたします 本日は DIC 株式会社の企業セミナーをご視聴くださりありがとうございます。DIC 株式会社代表取締役副社長玉木でございます。え本日のセミナーではですね皆さんに知っていただきたいのは DIC はカラーアンドコンフォートバイケミストリー科学で彩りと快適を提供するという経ビジョンのもと人と社会を幸せに。 そしてカラフルな製品を提供するという科学企業の中ではユニークな企業であるということそして世界64カ国に事業展開をしているグローバル企業であるということを知っていただきたいと思いますそれではその詳細につきましてご説明を申し上げます本日ご説明する内容につきましてはここにある通りまず会社の概要と主要な製品 ついで DIC の目指す企業像とそれに向けた戦略最後に企業,の企業活動の土台となります ESG 経営についてご説明申し上げますまず当社は1908年に印刷インキで創業を開始して今年で創業113周年を迎えます旧社名は大日本インキ化学工業 株式会社といい創業100周年にあたる2008年にグローバルでの成長を目指す企業になるということで社名を DIC と変更いたしました DIC の意味は「大日本疫化学工業」の英語の表記であります「大日本インクケミカルズ」の頭文字を取った名前でございます。 当社は創業以来の印刷インキでは世界シェアナンバーワンの事業でありそれ以外にも有機顔料合成樹脂など幅広く化学品を取り扱っております2019年度の売上高は7686億円営業利益は413億円となっております日本の上場企業の中では化学に分類される会社の中で15番目ぐらいの 売上高になる会社でございます当社が日本の他の科学企業あるいはインキーメーカーと大きく異なりますのはここをご覧になってわかりますようにグローバルで展開している会社であるということです世界の5大陸の64カ国で事業展開をしておりまして 従業員は2万人そのうち70が海外で働いておりますまた売上げの60%が海外という名実ともにグローバル企業でございますこのグローバル展開の強みを生かしまして DIC にはいくつかの世界トップシェアの製品がございますまず最初は創業以来の印刷印記の事業です。ついで さまざまなものの色の元になる有機顔料ですで最後は自動車の軽量化に使われております合成樹脂の一種であります PPS コンパウンドこの三つが世界トップシェアでございますまあこれ以外にもニッチな分野で世界トップレベルの製品や技術をいくつも持っているのが DIC の特徴でございますそれではこれらの代表製品につきまして もう少し詳しくご説明いたします。最初に印刷インキですが、印刷という聞かれますと、今デジタル化の流れの中で、まあ衰退産業ではないかと思っておられる方が多いのではないかと思います。確かに出版ですとか、特に新聞につきましては需要が世界的に減少しております。 ただ一方で食品包装や日用品に使われますパッケージ用の印刷印記につきましてはグローバルで今も成長しておりまして年率で約2成長しております。で特にその中でも食品包装用のパッケージにつきましては食品の消費期限を延ばしたり食の安全性を高めたりするための生活必需品でありパッケージ用の印記としては成長を続けております。 当社はこれまで出版用の印刷印記からグローバルで成長の期待できるパッケージ用の印記にシフトを進めておりまして現在売上高の約70%がパッケージ用途となっております。 皆様の身の回りのさまざまなものに色をつけるための元になる材料ということです。顔料はもともと印刷印記の主原料の一つとして1925年から自社生産に取り組んでまいり現在では世界トップシェアの位置づけになってございます。用途としましては印記以外にプラスチックの着色 あるいはテレビなどのディスプレイの材料それから化粧品それから自動車用の塗料樹脂の着色剤といった非常に多岐にわたる用途で使われており彩りで人や社会を豊かにするということで貢献をしております。ここでの顔料のののの料技術をを使いままししたユニークな製品の事例をご紹介します画面の右上の 注目のカラーフィルター用顔料をご覧くださいテレビやパソコン、スマートフォンなどの液晶ディスプレイのカラー画像といいますのはここに示してますようにレッド、グリーン、ブルーの三原色ので構成されておりますこの三原色の元になっているのが有機顔料でございます液晶ディスプレイには この三原色をパターン状に塗布したカラーフィルターというのが取り付けられておりその裏側から光を当てることで透過した光によってディスプレイ画面の画像が表示される仕組みになってございます。はこれままででで顔料で培っってて、て、きました技術を使って世界で初めて カラーフィルター専用のグリーン顔料を開発いたしました。当社のカラーフィルタ用グリーン顔料は、鮮やかな発色と、輝度の高さをハイレベルで両立することで、バックライトの光を強くしなくても、綺麗に見えるのが特徴です。光を弱くても見えるということは、エネルギー効率がいいということで、環境にも優しいディスプレイを作ることができると、 ということです。この高い品質が評価され、DIC のカラーフィルターグリーン顔料の世界シェアは八十パーセント以上とディファクトスタンダードになっております。またブルー顔料につきましても世界トップシェアを誇っております。次にこの顔料事業といいますのは当社の経営ビジョンでありますカラーアンドコンフォートバイケミストリーで掲げておりますように。 当社が最も注力している事業の一つでございますまあそれをさらに強化し成長するために2019年8月にドイツの世界的化学メーカーである BSF 社の顔料事業を買収することを決定いたしました買収費用は1162億円を見込んでおり当社としては過去最大規模の買収案件であります BSF 社は無機顔料や高級有機顔料に強く DIC の製品ポートフォリオとの重複も少なく製品の補完性が非常に高く技術や生産用途展開といった面で非常に大きなシナジーを期待できます。さらに欧米を中心に事業を展開している BSF 社に対して 北米・アジアを中心に事業を展開している DIC とは地域的な補完性も非常にに高い関係にあります。今回の買収により当社の事業の顔料事業の製品ポートフォリオを強化することでグローバルで顧客に対して最適なカラーソリューションを提供できるという顔料業界でのリーディングカンパニーを目指してまいります。 本件のクロージングは今年の第一四半期中を予定しておりますが今回の買収により DIC の企業価値を大きく向上させることができると考えております最後に PPS コンパウンドをはじめとする合成樹脂についてご紹介いたします合成樹脂は陰気の主原料の一つであり これにつきましても早くから自社生産に取り組んでおります。で現在では印刷インキにとどまらず、自動車、エレクトロニクス、住宅、建設など非常に多岐にわたった用途で展開をしております。えここでは一例として自動車を取り上げて当社の樹脂がどのように使われているかご紹介します。 まず DIC が世界トップシェアである PPS コンパウンドは高い耐熱性を持つ高機能プラスチック材料として金属を代替して自動車の軽量化に貢献する材料としてエンジン周りなど過酷な環境下で使用される部材の原料として使用されております。最近でではガソリン車だけでなく ハイブリッドカーや電気自動車などにも PPS コンパウンドが多く使われるようになり自動車の燃費向上や CO2 削減に貢献しておりま,すまたご覧になって分かりますように PPS コンパウンド以外にも例えば自動車の内装として車のカーシートですとか外側に塗られる塗料ですとか自動車に関わるいろんな部材で使われています。 ただ、当社の製品といいますのはこういった部材最終製品を作るための中間素材として使って頂い,いておりますので多分皆様にはなかなか気づいていただけないと思いますけれども車を快適に乗るために当社の製品は貢献しております。以上ご説明いたしました印刷印記有機顔料 合成樹脂が当社のメイン事業になりますがこれらのメイン事業を中心として当社のセグメントは3つに分かれておりますまずパッケージインキなど食品包装材料を中心としたパッケージグラフィック有機顔料やディスプレイ材料を中心としたカラーディスプレイセグメントそして合成樹脂やその応用加工製品を中心としたファンクショナルプロダクツです。 こちらの円グラフは2019年度の売上高と営業利益をセグメント別に示したものでございます。パッケージグラフィックとセグメントにつきましては昨年のコロナ禍の中におきましても生活必需品に関わる事業としてグローバルで安定した事業運営を継続できており景気変動の影響を受けにくく安定して収益に貢献する事業であります。一方 パランドディスプレイ、ファンクショナルプロダクツにつきましては先ほどご説明いたしましたように機能性を持った高価価値の製品が多くこれら3つのセグメントがバランス良い構成になっているのが DIC の強みでございます。続きまして DIC の目指す企業像とそれを実現するための戦略についてご説明します。 DIC が目指すのはユニーークでで社会から信頼されるグローバル企業です昨年末に日本政府が気候変動への対応方針として2050年にカーボンニュートラルを発表しましたがこれからの社会は企業としても気候変動を含めたサステナビリティへの貢献は必須命題であります。当社でではすでに2年前から 企業としての成長性や収益性といった経済的価値の視点だけでなくサステナビリティや社会課題の解決に貢献できるかといった社会的価値の視点で事業や製品ポートフォリオの見直しを進めており双方の価値が両立できる領域を目指してポートフォリオの転換を進めております。そしてその事業ポートフォリオの転換のために バリュートランスフォーメーションとニューピラークリエーションの2つの戦略で取り組んでおりますバリュートランスフォーメーションにつきましては DIC の製品を環境に優しく高付加価値で競争力のある製品に転換して事業の質的転換を目指してまいりますニューピラークリエーションにつきましては社会課題を解決していけるような新事業の創出に取り組んでまいります ここからその戦略の具体的な取り組みについていくつか例を挙げてご紹介します。パッケージ分野では環境負荷の少ない容器包装に対するニーズが高まっています。包装自体を少なくしたり、包装材料の製造過程における環境負荷を低減したり、リサイクル性を向上するなど、製品のライフサイクル全体にわたって取り組みが社会がから求められています。同時にフードロス削減のために。 食品のの劣化を防ぐなどの高い機能が求められます DIC は食品パッケージを作るために必須のンキ、接着剤特殊フィルムなどを取り揃えているユニークな企業でありグループの総合力を生かすことで食品放送分野でのこれらの社会課題を解決し持続可能な社会を実現するためのソリューションを提供してまいります。 これらの取り組みは先進国だけでなく中国東南アジアインドなど今後中間所得層の増加で大きな成長が期待できるアジアの市場の事業拡大も通じてグローバルで展開してまいります。パッケージ分野でののの具体的な製品品事例ををご紹介しますす一つ目は食品の劣化を促進する 酸素を遮断するための酸素バリア機能を持った接着剤です食品包装フィルムは酸素の透過を抑制するために異なった種類の複数のフィルムを接着剤で貼り合わせた多層構造になっております DIC は独自の樹脂設計技術を活かし酸素の透過を抑制する酸素バリア機能を持った接着剤パスリムを開発いたしました このパスリムを接着剤として使用することで酸素バリア性を飛躍的に向上することができ食品の劣化を防ぎ消費期限を延ばすことができますそしてパッケージを構成するフィルムの層の数を減らしたりフィルムの厚みを薄くしたりすることで食品パッケージの排気量を削減することができますまたフィルムの層を減らすことは製造工程の簡素化につながり パッケージ製造時の CO2 排出削減にもつながります次にご紹介しますのは食品を密閉包装するための多層フィルム EG ピールフィルムですプリンや豆腐などのパッケージや最近ではコンビニの惣菜やサラダの容器まで蓋がシールされたパッケージが増えていますこれらの容器に使われているのが当社の EG ピールフィルムです イージーピールーフィルムは厚さが厚さ1ミリの30分の1ぐらい非常に薄くその中に2層3層のフィルムが使われておりそれによって1枚のフィルムででいろんな機能を持たせることができます。つまり容器とシールフィルムをしっかり接着して食品を密閉保存する機能と食品を取り出すときに簡単に剥がれるという2つの機能を同時に持たせることができます。 硬いプラスチックの蓋をはめる容器では密閉ができなくて空気が入ってしまいますがこのシールフィルムを使いますと密閉できますので空気の代わりに食品の鮮度を保つ窒素などを封入することもできますこれによって食品の消費限を伸ばすことができ結果としてフードロスの削減に貢献しております当社のオンラインブースでは女優の吉岡里帆さんが Easy Peel Film を紹介する CM を公開しておりますのでぜひご覧になってください最後に企業活動のベースとなります ESG 経営についてご説明いたします DIC は環境・社会・ガバナンスに関する社会の要請を的確に把握しながら事業活動を行っていますそのために社長直轄のサスティナビリティ委員会を設置し サステナビリティに関する基本方針と当社として取り組むべき11の重要施策及びその目標値を定め全社を挙げて取り組んでおりますその具体的事例をご紹介いたします環境に関する取り組みでは2030年度までに2013年度対比で CO2 排出量30%削減するという目標を設定し太陽光発電などの再生 エネルギーの導入を積極的に進めております左上のグラフが DIC の太陽光発電能力を示しておりますが過去5年間で計画的に投資を行い大幅に増強してきております2030年度までに30%の CO2 削減を目標としましたが2019年度時点ですでに20.2%に達成しております これらのサスタナビリティに関する取り組みにつきましては、統合報告書で毎年公表しております。当社のウェブサイトに掲載していますので、ぜひご覧になってください。こうした ESG 全般に関する取り組みが評価され、DIC は主要な ESG 投資指数の構成銘柄に採用されております。 以上当社の事業内容と目指す方向サステナビリティへの取り組みについてのご説明を終わりますがこれから我々科学企業に対しては気候変動への対応持続可能な資源の利用など SDGs を中心にした取り組みがますます求められていきます。DIC としましては当社の強みを生かしてユニークで社会から信頼されるグローバル企業として これらの社会課題の解決に真摯に取り組み企業価値の向上を目指してまいりますご清聴ありがとうございました以上をもちまして DIC 株式会社玉城敏文様によるプレゼンテーションを終了させていただきます玉城様ありがとうございましたありがとうございました以上をもちまして DIC 株式会社 玉城俊文様によるセッションを終了させていただきますこの後も野村 IR 資産運用フェア2021ではいつでもどこでも自由に出展者ブースをめぐり動画や電子ファイルを閲覧していただけます従来型のリアルな展示会をインターネット上に再現したオンラインフェアにぜひこの後もご参加くださいそれでは引き続き 野村 IR 資産運用フェア2021のご視聴、ご参加をよろしくお願いいたします。ありがとうございました